にちは。こんにちは。ゆたかさん、なかなかちょっと野球のネタが、まあ、新聞、スポーツ紙だったりネットでも今ないじゃないですか。いやーね、うん、俺もさ、はい、そのスポーツ報知とやってるんだけど、うん、解説員でね、はい、けどねやっぱ困ってるよ、ネタがということですよね。いや本当にスポーツっていうスポーツが止められてるわけじゃない。そうですよね。あだからもう大変だと思うよ。そういやだからその各紙見ても今日はどの選手が練習しましたとか、こんなメッセージをみんなに向けて言ってましたっていう、本当にね、本当にこうちっちゃい感じになってるんですよね、やっぱり記事の扱いも。もうしょうがないけどね、もうこれはね。そうですよね。で、ちょっとそんな中、ネットのニュースなんですけれども、ニュースポスト7がシーズン最終の時点で4割台を残す選手が出てくるのではないかと、まあ、ちょっと夏男の山田哲人選手であったりヤクルトの、あとは同じく夏男というふうに言われている日本ハムの近藤選手だったりがちょっと有利なんじゃないかなっていうふうに今記事は出てるんですけど、打率だけではないよね、やっぱ防御率とかも、はい、まあ、結構低い数字を持ってくる選手もいるだろうしね。そうですね。でこれなんか7月に開幕っていうなると90試合ギリギリって言われているので、これ、江本さんがちょっと話してるんですけれども、はい、100試合くらい開催できるなら公式記録にカウントしてもいいだろうが、もっと少ない試合なら今季は参考記録の扱いにするべきかもしれないと。で、はい、90試合が江本さんはちょっとギリギリ、ボーダーラインが。でその90試合で例えばバースの打率とか沢村栄治さんの防御率 0.81 といった伝説の記録がもし塗り替えられたら気持ち的にちょっと複雑かなっていうのを。いやまあそうだね、うん、江本さんの考え方っていうのにすごく賛同はする。あそんな江本さんが複雑だっていうのは分かるよ、はい、すごく、うん、たださこの大変な状況下の中よ、90試合だとしても、うん、その数字を残せた選手っていうには、うん、賞賛に値するよね。その期間モチベーションを保っていたっていうことですもんね、まあ、そうだね、まあ、モチベーションもそうだし、うん、まあ、あの野球ファンのみならずね、はい、そういう関係者の人たちに夢と勇気を与えるような数字を残した選手には、うん、やっぱ賞賛には値する、うん、もう素晴らしいと思うけど、はい、ただやっぱ試合数が少なすぎるよね。で過去に試合数をちゃんとこなしをして、はい、その記録を残した人たちに、うん、まあ、多少申し上げない気はあるよね。俺もこれはやっぱ参考記録だな。参考記録かってなってくると、例えば沢村賞とかってどうなるんですかね。ないかな、該当者なし。いやでもそれは90試合やるんだったら90試合の中で判断してほしいよね、はい、いろんな賞まで、いや今年はもう該当者なしでっていうのはなんか選手も一生懸命頑張ろうとしてるし、はい、それをやりながら3密に気をつけながら、うん、時間帯でやったりだとかさ、はい、いろんな苦労をしてるじゃない、うん、その中で頑張った数字はやっぱり表彰はしてあげたいよね。そうですよね。だからそのタイトルとか今年なくなってしまうと、もう選手たちが目指すものって優勝しかなくなっちゃいますもんね。タイトルを、うん、最初から狙ってシーズン入る人はいないよね。やっぱ一番の目標ってやっぱチームで勝つことだから、はい、うん、だからやっぱり優勝はみんな目指して、その中で活躍した選手がタイトル争いに加わっていくということだから、個人的なタイトルよりも、うん、やっぱり優勝してそのいつまでも待っててくれたファンのために喜びを分かち合いたいっていう選手が俺はほとんどだと思う。そうですね。そのみんなにそれで勇気を与えてっていう、あと豊さんが今年のキャンプの時に巨人の坂本選手にその最年少での2000本安打の記録を
で絶対できるからって言ってたんですけど、もうそれがちょっと絶望的というか、いやもう無理だよね。もちろん坂本選手はそのために別に試合をやってるわけではないのはみんな分かってるんですけど、でもそれがやっぱ注目の的でもあったしね。はい、でも人間ってさ1年経ったら1歳年取るからね。そうなんですね。で豊さん言ってましたもんね、プロ野球選手は普通の人の1年じゃなくて普通の人の1年が5年ぐらい経つ感覚だよね。だからこのプロ野球選手、今ユニフォーム着てる選手のこの1年っていうのは、うん、でかいと思うよ。そうですね、後々そうですよね、いろんな記録にも携わってくるしさ、もちろん、はい、うん、で個人も来年、まあ、今年1歳年取るわけだからさ、旬を過ぎる選手もいるよね。せっかく伸びてきたのにこの中断期間、うん、まあ、今年がどうなるかわからないけども、それによってまた一からやり直しっていうこともあるからね。そうですよね。プロ野球選手ってさ1年、はい、本当にフルに出ると体が変わってくるのよ。出ると体が変わる、変わってくるの。おお。これが出たり出なかったりしてる選手はそんなに変わらないんだけど、はい、レギュラーとして1年間過ごすと体は全然変わるわけ、うん、で精神的にも強くなるし、うん、でもそういう、まあ、例えば村上だとかさ、去年ブレイクして今年、うん、さらにって思ってるわけじゃない。はい、今年仮によ、うん、1年できなかったとしたらもう1回やり直しかもわからないよね。元に戻っちゃう可能性が。元にそうですよね。あ、だからここら辺はプロ野球選手としてすごく大きな1年だと思うよ。そうですね。あとルーキーで入ってきた選手、例えばその佐々木朗希投手だったりとか、そういった選手は開幕を迎えないまま、だって実戦を全く経験しないで1年経つ、だから野球浪人をしてるような感じじゃない。ああ、そうですよね、まさに。やっぱ試合で投げないと本当の肩ってできないしね、うん、練習ブルペンでいくら投げても、はい、本当の肩ってできないんだよ。試合に出ないとってことなんですね、そこ試合かな。やっぱピッチャーがよく言う、キャンプでフリーバッティング登板しました、はい、今日何球投げましたって、うん、肩のいい張りができましたって、うん、でオープン戦で投げました、うん、ね、肩の張りが出ました。公式戦の1試合ともうわけは違うから。ああ、そうなんだ。全く違うから。いや、じゃあ私たちが思ってる以上にこのプロ野球選手が今年本当に開幕できないっていうこの状況っていうのはすごい、選手たちもすごく、まあ、なんか、まあ、危機的状況じゃないですけど、自分の体ともその人生に向き合うってこともそうですし、やっぱね、不安に思ってる選手はたくさんいると思う。あ、そうなんですね。だから仮に1年間できなかったら、はい、なんかすごく変わってくる選手っていうのは多いかもですね。もしかすると本当に試合出ないまま引退する選手も出てくるかもしれないですし。そうだ、うーん、まあ、本当になんかかわいそうだね。そうですね、まあ、プロ野球もそうですし他のスポーツも交えてそうですけれどもね。もちろん、うちも息子3人、あ、そうですよ、サッカー選手でいるけど、はい、まあ、長男は腰を手術したのね今年、はい、だからちょうどいいあのブレイクにはなってる。あ、逆にラッキーな分もあるけど、はい、だけどこの1年のキャリアをなくすっていうのはさ、うん、すごくあのプロスポーツ、まあアマチュアもそうだよね、高校3年生で野球ができない、インターハイが中止になる、うん、もう苦しいけどさ、はい、ね、まあコロナに勝つためには、うん、ね、自粛しかないし。そうですよね、うん、なんかその豊さんのその話を聞いて思ったのが、その一番最初に立ち返ると、じゃあその打率4割とか取ったとしてもそれは参考記録にしかならないんじゃないかと言ってた話なんですけど、だとしても参考記録にしかならなかったとしても、打率4割出たら90試合で、それはそれでみんなですごかったって、わすごいね、夢のある話だねとか、防御率すごい数字が出たら、まあ、それはこの中でできたんだっていう風になんかマインド変わりますね、今のお話聞いててそう思いました。いや、 やっぱりさ、コロナでみんな苦しんでるからさ、うんうん、あのスポーツの定義って俺感動だと思うのね、うん、はい、
感動をこう与えてほしいと思うし、うん、この準備期間、うんね、今大手を振って練習できないけど、はい、ね、いい調整をしてその時、うん、来たる時が来るまで頑張っておいてほしいなと思います。そうですね、もう全てのスポーツ選手、そして野球の、ね、選手たちにそういった思いでこう応援していきたいですね、私たちも。はい、ありがとうございます。はい。